日本各地にいる自衛隊や米軍基地で抗議しているプロ市民。では、プロ市民とは誰でしょうか。日本人ではないことが多いです。宮古島へのミサイル搬入が開始されましたが、その時もいました。今回は、宮古島へのミサイル搬入と抗議団体を詳しく見ていきます。ミサイルも今後、延伸開発されるものばかりです。人に意識余る三式は、日本でも最強の誘導弾ですね。2021年11月14日、沖縄県の宮古島の平良港に、海上自衛隊の輸送艦艇が入港し、積載してきた大型トラックで、陸上自衛隊の道東のボラ訓練場に向け、人に意識地対艦誘導弾やまる、三式中距離地対空誘導弾と、おぼしき弾薬類を搬入した。これは、防衛省が決定していた、南西諸島防衛策の一環であり、2023年度を目標に、沖縄本島のうるま市の勝連分トンチエヒトに、敷地対艦誘導弾を持つ部隊を置くことで、奄美大島、沖縄島、宮古島、石垣島へミサイル部隊を配備するものだ。無論、これらの部隊配備の最大の目的は、尖閣諸島を、はじめとして、南西諸島方面への進出が著しい中国軍を牽制することにあり、今月も中国海警局の4隻の艦艇が尖閣周辺海域への領海侵犯を行うなど、同方面の情勢は緊迫化している。だが、もちろん、こうした自衛隊の行動には、お決まりのように異論を唱える左派の反対派が存在しており、当日の平良港では、マスコミの多くで、市民と、形容されるこれらの人々が、抗議活動を行う様子が伝えられている。警備を担当した沖縄県警は、こうした、市民らに対し、陸上自衛隊のボラ訓練場に向けた搬入を妨害する行為に対して、道路交通法に違反することを告げて、粛々と法に則った対処を行ったが、その報道には、悪意が滲んでいた。地面としては、市民、強制排除といったワードが頻繁に用いられ、防衛省や沖縄県警が国家権力を背景に嫌がる島民を尻目に、無理やり弾薬類の搬入を強行したかのようなお決まりの印象操作が、そこには感じられる。こうした手法が、今現在では、ほとんど何の実効性も発揮しない。ある種の政治的パフォーマンスに過ぎないことは、もはや、大多数の国民が気づいていると思えるが、かつての学生運動の頃のメンタリティを未だ標榜する報道も多いようだ。かつての太平洋戦争で、沖縄が凄惨な戦場となり、多くの住民の方々に戦火が及んだことには、追悼の念を禁じ得ないが、そうした感情を逆手にとって、今、まさに、中国側からの圧力が増している、地域の現状からは、目をそらしているとしか思えない。例えば、お隣の韓国の現、文政権は、軽空母建造や原子力潜水艦の保有を打ち出すなど、そばから見れば、軍事上は、頭をかしげたくなる政策を掲げているが、こちらは、同国では、保守派ではなく、革新派の政権であることは有名だ。韓国では、保守派イコール、現行の米韓同盟堅持の方向性であり、韓国軍の軍備拡張には慎重で、現、文政権等の革新派が唱えているのは、自主防衛力の増強であり、それが正解とは思えないとは、いえ軍拡路線である。日本の場合の革新派といえば、旧態依然とした左派思想をひたすら繰り返すだけで、日米同盟にも、自衛隊の増強にも、とにかく反対するのみで、それに代わる、具体的な代案を提示することはなく、空な平和主義を唱えるばかりに移る。幸いか不幸か、
第二次世界大戦以降は、ある一定以上の規模の国同士が、物理的な戦闘行為や戦争そのものに直面する機会が劇的に減少したため、ことに日本においては、軍備そのものの位置づけが軽視されすぎる傾向が強いようだ。かつてのアメリカと旧ソ連の冷戦構造が、旧ソ連の崩壊で終焉を迎えるまでは、日本を含む西側諸国のほとんどが、その脅威に対抗する軍備を行うことを当然としていたが、これが戦争の抑止につながったことは否定できない。旧ソ連の脅威度については、いささか過剰に捉えられてきた側面も否定できないが、旧ソ連が瓦解したことで、ヨーロッパの多くの西側諸国は、軍事力の削減に舵を切ったが、ロシアが再び軍事大国と化したことで、見直しを迫られている。イギリスやドイツなどの軍備の縮小は、ここに来て大きな方向転換を強いられているし、特に、かつては旧ソ連の影響に置かれたものの今は NATO に加盟し西側国家の一員となったポーランドなどは地続きゆえにロシアへの防備を強めている。こうしたヨーロッパの情勢の変化はもとより今現在の中国は最盛期であった頃の旧ソ連よりもはるかに大きな経済的人口的な基盤を有しており、日本が置かれている立場は、以前よりも脅威度が増加していることは間違いない。旧ソ連という共産主義国家は、その経済政策の行き詰まりにより自滅したが、今の中国は、共産党が支配する独裁国家でありながら、資本主義経済を同党が支配する歪な体制で、すでに日本の GDP を凌駕する域にまで到達している。中国軍の軍備拡張のペースは驚異的だが、GDP 比等の経済的な指標で見る限り、まだ、はるかに余力を残しており、圧倒的な内需を抱える人口と世界の工場としての経済影響力は、かつての旧ソ連などとは比較にならないほど強大だと言える。そうした中国が、経済力と軍事力を背景に、南シナ海への支配力を強めている現状は、海運によって、石油等の物資や、もろもろの交易によっての経済基盤を成立させている、日本にとっては、危機的な状況であることを再認識する必要があるだろう。ちょうど、2020年の春先以後には、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて、それまで当たり前のように、日本に充満していた、食品や製品などの一部が店頭から消え、中国の影響力を目の当たりにする事態となった。これを新型コロナウイルスとしてではなく、今後、有事の際に意図的に中国が行い得ることが可能だと思い至れば、いかに日本に絶大な影響を及ぼすことになるのかということを、多くの方が実感されたのではないだろうか。尖閣諸島という領土としては、あまり価値がないように感じられるかもしれない小島だが、この領有権については、中国だけではなく台湾も自国のものだと主張しており、日本にとっては厄介な問題を内包している。尖閣諸島周辺海域は、すでに、中国海警局の艦艇の進出によって、日本の民間の漁船が漁場として近づくことが事実上困難となっており、なんとか海上保安庁の艦艇が365日24時間体制での監視を継続することで、日本の主権をかろうじて守っている。中国自体は台湾の併合を自明のものと公言し、武力を使用するか否かは別としても必ず実行に移そうと圧力を強めており、もし仮にこれが実現してしまえば、前述のように尖閣諸島も自国領だと
当然のごとく侵食するだろう。これを抑止する具体的な方策は、現実的には日本の軍備の同方面への投射しか選択肢はなく、潜水艦や護衛艦、出雲、加賀による航空兵力の確保と、今回の人に敷地対艦誘導弾やマル三式中距離地対空誘導弾が中心になると思われる。これらはいずれも南西諸島方面への中国海軍艦艇の接近を阻止する兵器であり、無論使用されないに越したことはないが、中国海軍に侵攻を思いとどまらせるためには必須で、現時点で日本が取り得る抑止力に他ならない。冒頭に挙げたような、今回の宮古島での人に、敷地対艦誘導弾やマル三式中距離地対空誘導弾の搬入に反対する市民や、これを恣意的に報道するマスコミは、であるならば、他の有効と思われる中国への対処策を提示する義務があるだろう。